チャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、まあ、お客さんからもね、質問がありました。初心者の方ですけどね、日頃のトレーニング何をしてますかっていうね、まあそういうことをね、疑問に思う方もやっぱりいるんでね、丁寧にね、お答えしていきたいと思います。まず豊岡さん、まあ、どんなトレーニングをされてますか、普段はね。まあ、ガイドですからね、当然いろいろトレーニングしてると思うんでね。はい、まず、まあ、基本的にはこれは富士登山教室でも皆さんにね、よくお話しすることなんですけれども、はい、日頃からエスカレーター、エレベーター、できる限り使わないようにしていただいて、階段を使うだとか、あと坂道でちょっと早歩きをしていただいたりだとか、そういうトレーニング、まあ、基本的なね、街でできるようなことをまずして。だいぶ違いますか？あ、違うと思いますよ、それだけでも。ちゃんとできてるのかな、ちゃんとできてるかな、できてる時には、時にはね、まあでも、そうですね、まあ、あと、まあ飽きちゃうんで分かるな。そのあんまりハードな目標を掲げてしまうと、ちょっとね、続かなかったりするので ね、手に届く、本当ちょっとずつ、なるべく長く続けられるような、飽きのこないメニュー作りは、ちょっとその辺はちょっと考えてますかね。まあ、豊岡さんはね、結構山に行く頻度も回数も多いから、まあ、それがもうそもそもトレーニングになってるっていうね。例えば他のね、トレーニングとしてはたまにね、僕たちと一緒にね、ハードな雪山ね、ここに今出てますけどね、ここに、ここにね、北アルプスのね、冬に行ったりね、千畳ヶ岳に今ね、まさにここに絵が出てます、この通りよく言ってね、まあ、そういうのもね、時には本当そうですね。言っていいのかな、もう何がこの間のね、北アルプス、ね、はい、G ヶ岳、ね、はい、ちょっとそれももう私の中ではもうトレーニングみたいなものなので、今の自分自身をするのが、あれ本番ですけど、あれ本番なんですけどそう、でも本番を兼ねたトレーニング、トレーニング兼ねた本番ですね、でもああやってね、こう行って今の自分を客観的に見ることができるって、すごくね、いい機会だと思うので、日頃からね、こういろいろ皆さんもホームマウンテン見つけていただいたり、ね、バロメーターになるような山をね、見つけていただいて、トレーニングしていただけたらいいなと思います、はい。次は西山さん、私どんなトレーニングをね、まあ、変わらない、いい感じがしてますんでね、基本的にはね、今豊岡さんがおっしゃったようなに、まあ、やっぱりなるべく階段を使うっていうのとね、エレベーターとかをエスカレーターを使わないっていうのが、身近にできる一番簡単なトレーニングだとは思う、で実際のところ続けられるかっていうと、エレベーターが隣にあるとね流されてしまうっていうのが人間の心理ですから、こことの戦いで常にやっぱり、まずはね、でそれとは別で週末にじゃあ、多少走るのか、じゃあどこか手軽な山に行ってみようかっていうのが、まあ、一番山に直結するトレーニングかなと思ってますけど、まあ、個人的にはね、今休んでるんですけど、まあ、サッカー、フットサル、これはね、ずいぶん休んでるちょっと10年ぐらい休んでる10年ぐらいちょっとだけ休んでるんですけど、今後また復活していきたいなと、なるほどね、小林くんはどんなトレーニングを。そうですね、僕はどちらかというと、まあ、もちろん階段を、まあ、日頃から使うとかっていうのも心がけてはいるんですけれども、まあ、時間を見つけて平地を、まあ、街の中を走ったりっていうのを心がけてます。大体1時間ちょっとぐらいで、まあ、自分のペースだと大体10キロちょっとぐらい走れるかなっていうところなので、ね、やっぱなるべくそれは維持していきたいし、走ることによってやっぱ心肺機能もちょっとずつ維持、向上っていう風になっていくと思うので、なるべく走れるようには心がけてます、すごいね、続けられたらすごいね、続けられたらすごいんだけどね、まだ若いからね、やればね、まだ
そんなに落ちることもないと思うんだけど、我々はトレーニング番長だね。トレーニング番長、そこそこの年齢になってきたんで、やっぱりもう維持するのも、ね、もう大変ですよ。できてればまだいいかな。そうだよね、ほんとね、あげろっていう状況じゃないよな。やっててやっと維持できるからっていうぐらいなんで、まあね、その辺で皆さん苦労すると思うんですけど、僕が思うに、まあ、あのやっぱ走るのは僕が一番いいと思います。費用もかからないし、あの、まあ、ペースも自分である程度調節できるし、まあ、早く走れる人は走ればいいし、ちょっとジョギングね、早足からをかけていけばスピードも調整できるし、まあ、ジョギングはね一番手頃だし、いつでも始められるし、すぐ始められるからいいなと思うと、あともう一つはね、やっぱ体幹を皆さんね鍛えてほしいなと思う。これはやっぱり、ね、荷物を背負う上でね非常にね重要です。体幹、この間感じたわ、体幹ぐらついちゃってもうこれ山の中でバランスをとって、あの転ばないように、まあ、つまずいても、ね、転ばなくなるような気がします。やっぱ体幹がしっかりしていると、で重い荷物もしっかり背負えるということ で、うん、まあ、体幹トレーニングってね、インターネットで調べたら、あの、いろいろな方法が出てきます、ね。大体こういうやつ、そういうのもね、足がね、あとでね、ちょっと西山さんの体幹トレーニングこの後出てきますんでね結構辛いんだけど体感重要じゃないですか。あ、うん、もちろん、ね、ヨガとかもね、すごくいいと思うし、重要ですね、はい。まあ、基本的に、まあ、そうね、エレベーターを、まあ、ある程度の階まででしょうけれどね使わない、エスカレーター使わない、まあ、この辺はね、やっぱり駅で、まあ、で自分との戦いなんだよね、その時ね。こっち派とこっち派と階段自分の中にいるんだ。階段のエスカレーターがあるとね、たまにブレちゃってもジムにね行かれるっていう方も、ね、いるかもしれないですね。そうですね、まあとにかくね、やっぱり何もしないよりはね、ちょっとウォーキングよりはね、もうちょっと負荷をかけてほしいなって僕はね思うんですけどね。なかなかね、その負荷をかけるっていう意味が分かりにくいかもしれないけど、結局ね、いつも例えば今まで手提げで歩いてたバッグを小さなリュックに変えて、ちょっとお水今日は500入れてとかで、慣れてきたら1リットルにして2本入れてとかね、無理しない程度にね、楽しみながら、ね、でそういう練習トレーニングしていただきたいなって参っているでござる、はいはい、我々も肝に銘じてじゃあこの後ね、あの西山さんの体幹トレーニングをこの後お伝えします。はい、はい、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。私のトレーニングは、奥多摩に来ることです。同じルートを、来るとその時の 体力が、今はちょっと体力ないのかなとか、今調子いいかなってことが分かるので、同じルートによく来るようにしています。はい、私のトレーニング方法は、まあ、ちょっとね一部被ると思うんですが、ランニング、ジョギングですね。毎日平日あのトレーニングできるわけではないので、土日中心になりますけれども、自分の楽しめるペースで、なるべく長距離、走るようにしています。最近はですね、あの友人 と、半年に1回ぐらいかな、あの山を走りに行く、約束を、1回その、参考が終わったら次の約束っていう風に繰り返し、それがいい目標になってですね、あの10キロ20キロ、週末走るようにしています。はい、あの有酸素運動の持久力つけるトレーニングとしてはですね、やっぱりまあランニングは基本かなと、感じます。皆さんも無理ない範囲で、ぜひ、トレーニング続けていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。
じゃあ、まあ、お家でもできる体幹トレーニングをいくつか紹介したいと思います。でもちろんやり方とか、ね、方法はいろいろあるので、ご自身に合ったものを、まあ、もちろん調べていただいたり しながらやっていただければと思うんですけど、いくつか紹介したいと思います。まあ、お家テレビ見ながらでもできるようなので、ちょっと行きたいと思います。テレビ見ながらでもいいの？いいよ監督いいね。いいですよ。まずじゃあ最初これですね。これなるべくお腹の方に力を入れるようにしてもらって、補欠、お尻をもうちょっと下げる。下げる、これ上げすぎ。上げすぎ。で、なるべくここのラインが一直線になるように心がけてください。何秒キープ？これまあ、最初は10秒。で、ちょっとずつできるようになったら20秒、30秒というふうにどん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 自分で負荷をかけていっていただければと思います。西山さん、今どんな感じですか？うん、きつい。まあ、やり始めは多分きついと。メゼルスでしょ。まあ、やり始めはきついと思うんで、あの無理しない程度に5秒でも10秒でもいいので、毎日ちょっとずつやってってもらえればと思います。次で、今はね、このお腹の中心のところを鍛えたので、次は横を鍛えていきたいと思います。横こうだよね。そうですね、俺いつもやってるからさで、これをやる場合は同じく、ここをなるべく一直線になるように心がけてください。これもね、5秒、10秒、ちょっとずつでいいので、やっていってもらえればと思います。逆サイドも、ね。逆サイドも。逆サイドも。逆サイドも同じように。これね。はい。これはダメだね。もうちょっとしっかり、まっすぐ。厳しいな、監督。まっすぐ。ここは絶対まっすぐを意識してください。はい、今みたいにダラーンとすると全然意味がないので。はい。はい、最後。最後。最後は、どれだっけ？最後、最後俺。あ、最後や。これか。この。それこれね、片足で立つ、片足で立って後ろに上げる、戻す、足上げる、あ、これ10回ぐらいやる、あっていうのを繰り返して、ま、逆足もね、しっかりやってます。ああ、今日は終了させていただきます。本日のトレーニングでした。